だんだん暖かくなってきたね。チカちゃんたら顔がふにゃふにゃになってる。だって窓際で日向ぼっこしてると気持ちいいんだもん。日差しを浴びてるとついうとうとしちゃうよね。日向ぼっこもいいけど、桜もそろそろ満開みたいだし、みんなでお花見に行きたいな。それすっごく楽しそう。桜を見ながらみんなでお弁当やお菓子を食べたりしたいな。お花見もいいけど、ライブもやりたいよね。昨日学校の中庭の花壇を見てたら、いい歌詞を思いついたんだ。いいじゃない。なら今度のライブはお花をモチーフにしたライブにするのはどうかしら。それ面白いかも。そろそろ次のライブのことも話さなきゃって思ってたし、みんなで案を出し合ってみようか。お花をモチーフにするなら、まるはお花の妖精さんみたいな可愛いライブがしたいずら。私は桜や梅といった春の花をモチーフにした和風のライブがいいと思いますわ。白い花畑の中、漆黒の衣装で華麗に舞う堕天使らしいライブで決まりでしょ。いいえ、情緒あふれる和風ライブで決まりですわ。ライブで艶やかさを演出し、新たなアクアの魅力を見せましょう。新しい魅力なら可愛いライブでだって見せられるよ。ミュージカルみたいな物語調にしたら、可愛さも楽しさも演出できるじゃら。堕天使ライブよ。かっこよくて気高いアクアの姿を、今こそ全てのリトルデーモンに証明する時。見事に方向性がバラバラね。どれも楽しそうだし、すぐには決められそうにないね。そうね。それじゃあ堕天使ライブの魅力を明日までに和道書に書き溜めておくわ。マルもライブの演出とかいっぱい考えておくずら。私もアイディアをまとめておきますわ。次のライブどうやって決めたらいいかな。3人とも意見がバラバラだし、まとめるのもちょっと難しそうね。実はそのことでみんなに相談があるんだけど。さあ、今日こそ次のライブのコンセプトを決めるわよ。ヨハネの魔導書を見るがいいわ。ストップ。実はマリー、ライブコンセプトを決めるナイスなアイディアをひらめいたの。花祭りに参加して決めるっていうのはどうかしら。花祭り？